というわけで皆さん、明けましておめでとうございます。頑張れるシーマのもちおです。おめでとうございます。ジャラです。はい、ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、というわけでね、はい、2019年になりましたよ、うん、頑張れるシーマ4年目に突入でございます。おめでとうございます。ありがたいね。ありがたい話でございますよ、本当にね。2019年入って一発目の放送っていうのは、はい、ヤドさんが書かれた、カニを食べる日というラジオドラマがありましたけど、ね、あれが最初でしたね、うん、ただですね、あれ自体収録したのが実は昨年の12月末、まあそうだね、のタイミングだったので、実は2019年入ってから最初の放送っていうのはこれが最初になると、はい、いったところでございますよ。ね、なんか年明けてからもう1ヶ月近く経っちゃったんで、今更感もありますが、ね、改めまして皆様明けましておめでとうございます。ね、本年も何卒頑張れラジオリーマンをどうぞどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしま す、ね、というわけで始めていきたいなと思うんですが、はいはい、まあ、2019年一発目何をやるさっていう話なんですけども、うん、そういえば映画について俺たちちゃんと振り返ってねえなと。そうだね、毎年、まあ、やってるっちゃやってるのに。そうよ、いろんな作品レビューはしてきたけどさ、だからそういえば改めて、はい、まあ今まで見てきた映画どうなのよとか、うん、ここで見てて面白かった作品ってあるからさ、うん、そういったもの意外と話してないねなんて先の話になりまして、うん、というわけでね、今回ちょっとそういった映画に関する振り返りということで、はい、昨年2018年に日本で公開された中、うん、でその中で我々が見た2018年の映画の、ラジリーマンが選ぶ、映画ベスト3と。ベスト3やっちゃおうよということでやっていこうかなというふうに思っております、はい、ね、というわけで私もちおとジェラさんがね、それぞれ独断の偏見に基づいて、偏見だらけなんで、はい、ピックアップしました、はい、映画ベスト3についていろいろ話をしていこうかなというふうに思っておりますので、はい、今回も最後までぜひお聞きください、はい、というわけで本年一発目、今回も頑張れラジリマン始まるよ。寒いなぁ、こたつこたつ、あ、危ない、忘れてた。昔夢見たかっこいい大人を目指して進む、その名も頑張れラジリーマン。ふぅ、寒い日はこたつでラジオに限るよな。ほっと一息その時にラジオ頑張れラジリーマン配信中。はい、それでは改めましてよろしくお願いいたします。頑張れラジーマンのもちろです。ジェラです。はい、というわけで始めていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、先ほどお話しした通りですね、はい、今回の回は2018年ラジリーマンが選ぶベスト映画トップ3という話でございますよ、はい、ね、話をしていこうかなと思うんですが、うん、まず最初に断っておきたいこと、はい、ね、さっきも言いましたけど、これはあくまで、我々が独断と偏見に基づいた非常に個人的な知見に基づいたベスト3でございますね。はい、そこのところを、ね、ご容赦ください。別にそれ以外の映画がクソだとかそういったことを言ってるわけじゃないから、あくまで俺らが見た映画の中でっていう話。そう、俺らが2018年公開された中で、そうそうそう、なおかつ俺らが見た中で、そう、なおかつ個人的に好きなものをそれぞれ3つずつ話すってだけの回です。手に入ってるだけだから。そう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 ね、たわごととして聞いていただければと、そうです、思っているわけでございます。お願いします。はい、であともう1点ですね、はい、ちょっと断っておきたいことがありまして、ちょっとですね、今回スタジオが時間の関係で出てしまいまして、はい、場所がねえと。場所ない。はい、というわけでですね、今回都内の某カラオケ店に、なんとかサウンドにいるよ今。なんとかサウンドにおります。ジョイサウンとかで、そうそうそう、やってるので、ラジオ収録したら。はい、でやっぱりですね、ちょっと周りで結構やっぱかなり、まあそういう場所ですから、大盛り上がりの方多いんですよ。はい、なので、ちょっと音声若干悪いかもしれませんので、ちょっとその点に関してお聞きいただく前にちょっとご容赦いただければと。よろしくお願いいたします。はい、じゃあどういうわけでね、じゃあ話を進めていこうかなと思うんですけども、どうしましょう。じゃあジェラさんからちょっと行っちゃう、3つ選んでもらおうかな。3つ選んじゃおうかな。じゃあ、はい、じゃあどうしよう、はい、なんかね、別にベスト3って言ってるけど順位を決めるわけじゃないから、うん、3作を3つ言えばいいんでしょ。その3つ選ぶって話を、はい、ちなみにジェラさんは2018年映画何本くらい見たんですか、はい、劇場で。僕はね、劇場で、まあ、ちょっと機内上映とか、そういうのを含むんですけど、はいはい、43本見ました、ね、43本、なるほど、はい、あ、ってなるとね、もちろんも割と近いですね。何本もちろんはね、ちょっと今ピックアップして、で、この中に入ってないものを実は会話の中では、これそれも俺見てたよなっていうのがポロポロ出てきたので、まあ、ちょっと若干の差異はあるんですけども、はい、だいたい僕もね、41本から45本。おい、見てるね。はい、で、DVD とか Amazon とかさ、Netflix、はい、とか含めると多分80本ぐらいになるんじゃないかな。あ、まあそれ入れたらな。ってぐらいの、まあ、はい、なんかぼんやりとした感じで、あくまで劇場に僕は見に行ったのは多分41、2、3、4、5本ぐらいっていう感じでございます。OK です。はい。はい、
なので多分見てる映画も重なるかなと思うんですが、うんうん、じゃあどうしましょう。ジェラさんどれから行きたいですか。もうじゃあもうサクッとまずは良かった話しようよ。あ、そうだね、良かった、この映画良かったよねっていう話しようよ、はい、じゃあまずジェラが選ぶ2018映画トップ3、はい、そのうちの一つは何でしょう。シェイプオブウォーター。あー、シェイプオブウォーター来ましたね。これですよ、まずね、一つ目はこれですよ。まあ番組でもね取り上げてますし、うん、そうですね、あの、我々トーク会としてお話しさせていただきましたが、はい、あの時もね結構みんなちゃんと見て、はい、特にね、もちろんもあの音楽についていろいろ話させていただいたりとか、あの時ね、タモさんもいて4人でちょっと映画について投稿していましたから、いろいろ話もありましたけどもね、やっぱりあの作品が今年振り返った中でやっぱり僕はなんかね、すごい良かったなって思うのは、うん、僕がこの目線で見た時にこういう風に面白かったっていう、あの時話してて、うん、で、タモさんはこういうとこが面白かったって言ってて、うん、あなたはあなたで音楽のここが良かったとかいう話をした時に、うん、見る人の視点によって、みんな違う見方をして、うん、楽しめたんだなっていうのも良かったし、だから話して楽しいんですよこの作品って。あー、なるほどね。普通に見てて楽しい、面白いって思える作品だったし、うん、僕は特撮好きみたいな目線で見てたけど、うん、そうじゃない人もこういうとこが面白かったっていう話を聞けたのが、うん、ちょっといい経験だったなと思ってて。なるほどなるほど。単純に見るだけではないっていうところで、この作品をセレクトしました。なるほどなるほど、はい、まあね、シェイプオブウォーター見たことない方にちょっと軽くお話ししとくと、はい、これ第90回、アメリカのアカデミー賞で、はい、監督賞と作品賞取ったのかな。あと4部門じゃないですか。4部門だね、うん、なんだけど、ね、ちょっと詳しくは我々が挙げてる、はい、シェイプオブウォーターの方に、はい、あ、美術賞だ、美術賞、美術賞と音楽賞かな、音楽賞、楽曲賞みたいなやつ取ってんってね、取った、うん、はい、4部門で確か取ってたと思うんですけど、はい、まあ、監督はね、ギルレモ・デルトロですよ。ですね、パシフィックリム、ね、日本でいうとパシリムの監督、パシリムの監督、まあ、パンズラビリン、パンズラビリンですとかですね、その辺が有名かな。あとヘルボーイとか、ヘルボーイ、小水木にとっては、うん、とかの作品でしたけどもね、はい、あの時もスリービルボードのどっちが撮るんだなんて言って、ね、ちょっとね、持ち起こしにはスリービルボードかななんて思ってたところで、やっぱね、はい、僕もかなりあの作品すごい、なんでしょう、印象に残ってる作品の一つだったんで、はい、やっぱりなんですかね、これあっちの、なんだろう、過去に挙げたトークの方でも話はしてるんですけども、うん、やっぱりファンタジーっていう作品を、うん、うまいこと芸術的に変換した上で、うん、アカデミー賞を取ったっていうところはやっぱりかなりすごい、なんだろう、アカデミーの歴史を見た中でも快挙だったんじゃないかなと、うん、やっぱり今までさ、アカデミー作品って例えばその、今回の90の1個前89回の時はやっぱほら、ララランドが優勢だなんて言ってたけど、最終的にやっぱ最優秀を取ったのはムーンライトだったみたいな、はいはいはい、っていうぐらいやっぱりなんだろうね、その時の社会情勢とかさ、うん、いろんなものを加味した上で、うん、やっぱ作品賞って選ばれるみたいな流れがあった中で、うん、やっぱりこうファンタジーでありつつ、はい、でなおかつその社会的な部分もちゃんと含んでいた、うん、アウトサイダーの物語として ね、 そ う、 ね、そういったところをうまいこと調和したっていう意味でやっぱりあの作品は素晴らしい作だったじゃないかと、はい、私も非常に思っております。ね、素晴らしかった。もう一回見たいね、そういえば。もう一回見たい。ちゃんと劇場で見たいんだよね。うん。そうそう、そうなんだよね。劇場で何度も見たいって思えるとこ、やっぱね、ポイント高い。それよりは。はい。まあ、それがじゃあ、ジェラが選ぶベスト3のうちの一つと。二つ目。では、第2位。第2位。第2位では、二つ目。二つ目ですね。二つ目は、ボヘミアン・ラプソディですね。おお、割と最近。割と最近。11月じゃないですか。ね、あ、もう、最高だったと。ボヘミア、まあ、これもね、うん、我々ベッドのなんかすごい、ね、今までのトーク界のさ宣伝みたいな話になっちゃってるけど、さっき言ったじゃねえかみたいなね、この前聞いたばっかりだよっていうのはあると思うけど、うん、まあ、映画見終わった後の余韻が最高にいいわけですよ、この映画は。まあそうだったね、やっぱクイーンというロックバンドの伝説を、うん、実際ほら、ゴールデングローブで、主演のラミ・マレック、ラミ・マレックはね、取れましたね、うん、今年もまあアカデミーにノミネートされてるからどうかな、取るかなっていう、個人的には取ってほしいなとは思うんだけども、主演は取りそうだよね、まあ、ちょっとでもまあちょっと楽しみにしつつ、まあ、うん、取ってくれるだろうと信じていますが、ね、俺今ちょっとパッと出てこないんだけどさ、レイ・チャールズのレイがあったじゃない、はいはいはい、あれでやったジェイミー・フォックスで確か取らなかったっけ、あれ取ったんじゃないの、取ったよね、確か、だからやっぱりこう電気映画って難しさがある中でもちゃんとこうアカデミーにやっぱ芸術性として優れていて、うん、でなおかつその演技力が素晴らしいところでいくと、僕はあの時のジェイミー・フォックスに匹敵するくらい、うん、ラミ・マレックは今回素晴らしかったと思ってる、素晴らしいよね、本当に、うん、ちょっとね、なんか昨日か今日のニュースで監督のブライアン・シンガーが、うん、はいはい、生じ虐待って言えばいい、はいはいはい、そういうニュースがあって、この映画って別の映画祭でなんかその LGBT のなんかそういう映画祭とかで、はい、なんか一応賞にノミネートされたらしいんだけど、あ、そうなんだ、取り消されちゃったらしいんだよね、あ、そういうことがあって、なるほどね、だからそれが
って言ってもブライアン・シンガーは別に確か監督としてちゃんと動いてないらしいから、ああなるほどなるほど、だからクレジットされてるだけっていうことであればもう取らせてあげてよっていうふうに個人的には思う。まあね、そうなんだよね、はい、まあちょっとねどうなんでしょう、難しい、そのアカデミーとかさ、それの賞レースなんていうことまたちょっと経路が変わってくるんだけども、まあね、うん、ただあの今見て、うん、すぐ来月にはこういう風に評価された映画なんだっていうのが分かりやすいタイミングでもあるから、うんうん、まあ、ちょっとぜひこの放送を聞いて、はい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 、まだ見てないっていう人がいたら、うん、あちょっと見てほしいなとは思う。なるほどなるほど、うん、そうですね、まだ公開はしてるのかな、もう終わっちゃった、まだしてる、あギリしてる、この前100億円超えたばっかりでまだ全然してるよ、ね、ただ日本での公衆があれ世界で2位なんでしょ、そうこの作品ってさ、すごいよ、すごいことですよ、なんでね、まだちょっとあの見てない方ぜひとも見に行ってほしいな、うん、非常に見やすい作品だしね、うん、あとねやっぱり、ね、今見るのが大事だよ映画って、そうよ、うん、あの配信とかで後で見るんじゃなくて、そう盛り上がってる時に見たり、そう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 、盛り上がってるタイミングの映画祭とかのタイミングでもう一回見るっていうのが大事なんだよ、そういうことならさ、うん、はい、というわけでこの作品がじゃあ2つ目に、はい、ジェラデミン賞にノミネート、ジェラデミン賞ノミネート、はい、じゃあジェラデミン賞、はい、はい、じゃあ最後の3作目は、3番目はヘレディタリー継承、ヘレディタリー、はい、来ましたよ、これがすごいかったのよ、もちろんねこの作品、いや今回そのジェラさんがこれを選んで、そのへ、はい、そんな作品あったんだってレベルなんですよ、ね、ほとんど知らない、これはね、なんか確か長編デビュー、監督の長編デビュー作だったかな、あそうなんだ、うん、そうなんだ、でまあホラー映画です、はい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 、あんまり広く公開されてないんですよ、だからシェイプとかボヘミアンとかは、うん、結構広く公開されてるけど、うん、ヘレディは相当関数絞ってるから、うん、多分この番組聞いてる人の中では、え全然知らねえよって人は多分いると思うんですよ、はいはいはい、けどこの映画ホラー映画なんだけどめちゃくちゃ怖くて、なるほどなるほど、俺映画見てる間ずっと震えてたの、あそんなに怖い、本当に怖い、不気味なの、とにかく、つまりいろんな洋画のホラー映画見てきたけど、今年はなんかそのクワイエットプレイスとかもそうだけど仕掛けにこだわる映画結構多くて、まあそうだね、なんかさ、全体の構成とか仕組みをなんか見せてくるようなホラー多かったね、インサイトとかもそうだったけど、うんうんうん、でなんかちょっとずつなんかその不気味だとかいろんなギミックを使って何か見えないものの正体を探るみたいなことをやってたりするんだけど、うん、この映画は割と古風な方法だ、コックリさんみたいなことやってみたりとか、ああ割とこうスタンダードなホラーとして描いたって感じだけど、それがめちゃくちゃ怖いのよ、なるほどなるほど、 で大きなその物語の中で何が起きてるんだろうっていうのを探りながら見ていくのね、はい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 、一種の謎解き要素もちょっとあるわけ、はい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 、そんな中で見ていくうちに最初にこの異変っていうのはあここに繋がっていたんだ、うん、みたいな、なるほどなるほど、なんかこう紐がピーンって張る瞬間があって、うん、それがね自分の中でより増強されていくのが分かる、いやこれは本当に、これいつ公開した作品で、ね、11月末ぐらい、あやっぱ最近12月末ぐらいちょっと、ね、遅れて見に行ったんだけ ど、 あなるほど、結構人入ってたのそれでも、なるほどなるほど、うん、そうなんだね、これは怖い、ちなみにまだやってる、あもうやってないです、もうやってないから、やってないです、やじゃあ見るとしたら本当配信とか DVD とかで見るしかないと、なるべく部屋を暗くして、うわ近くで見てねっていうなるほどね、はい、了解でございます、はい、というわけでじゃあこの3作品、はい、シェイプオブウォーター、ボヘミアン・ラプソディー、そしてヘレディタリーと継承、はい、がジェラデミン賞3部門、これはやばかった、なるほどなるほど、そんな感じでございます、はい、そんなところで、まあ、私のはい、トップ3というか、はい、ベスト3を発表させていただきましたが、はい、そろそろ、ね、持ちをトップ3持ちデミー賞を発表していただけないでしょうか、はい、わかりました、じゃあ持ちデミー賞の発表は、はい、CM の後で、 CM の後で みんなのおかげでここまでやってこれました、本当にありがとう、愛してるぜ。ジェラさんどうしたんですか、また妄想だろ、夢はでっかく武道館、ラジオ頑張れラジリーマン配信中、はい、というわけ で、 というわけで CM が明けました、 CM 明けました、はい、では続いては私もちおが選ぶ2018年面白かった映画ベスト3、ダーントップ3ですね、イエッ、発表させていただきたいと思います、はい、ちょっと今回難しかったです、うん、正直ね、うん、被ろうかなと思ったのが1個あったんだ、シェイプオブウォーターですよ、シェイプオブウォーター被ろうかなと思った、正直被るよあれは、被るね、正直被る、なんだけどじゃああえてねちょっとこれは別の視点を変えて、はい、ちょっと私は作品選ばさせていただきました、
まず一つ、じゃあちょっとシェイプオブウォーターの、ね、絡み、アカデミー絡みでじゃあいこうかなと思うんですけども、はい、私もちおが選ばさせていただきました作品のうちの一つはですね、はい、こちらでございます。ウィンストン・チャーチル。おお、こちらあ見たわ俺。見た、うん、ウィンストン・チャーチルでございますよ、うんうんうん、まあね、名前分かる通り、あのチャーチル、あの人は首相、大統領、首相、あのね、第二次世界大戦中に、うん、イギリスか、イギリスをね率いておりましたウィンストン・チャーチルの、まあ、伝記といいますか、うん、彼を主人公にした、戦争映画ですね、約2時間半ですか、はい、あれば、うん、作品だったんですけど、まあ、これもね、あとアカデミー賞にノミネートはされておりましたし、ね、実際撮りましたね、ゲイリー・オールドマンが、うん、主演男優賞で受賞だった、はいはい、でやっぱりこの作品今回選ばさせていただいたのが、はい、まあ、この作品のこの映画の見方ってさ、例えば演出が素晴らしいとかさ、うん、なんつーの、例えば監督の技量がとか、はい、社会的テーマがこうだとかさ、うん、あの風刺がこうだとかいろんな見方があるんだけども、うんうん、今回あのこの2018年の映画を振り返った中で、うん、役者っていうものにこうフォーカスを当てた時に、はい、やっぱりウィンストン・チャーチルのゲイリー・オールドマンがとにかく素晴らしかった、あそこなん、ね、っていうところなんですよ。なるほど、ね、いろんなそのアカデミーの作品でも、まあね、はい、シェイプ、さっき言ったシェイプの話もそうだし、はい、脚本で言ったらやっぱりそのテキスト性っていうものでスリービルボードが素晴らしかった、うん、ただそのなんだろうね、あの歴史というか社会で実際にあった事件とか、うん、あの歴史忘れてはいけないみたいなメッセージを聞くと、これはアカデミーから離れるけど、例えばデトロイトがあったじゃない、あやった、ね、非常に暴力的な映画がありましたよ、うん、とかさ、あとは何、もう少しなんだろう、おしゃれな感じというか、うん、美術的な話でいくと、例えばファントムスレッドがあったり、うんうんうん、あとは女性っていうものにピあのポイントを当ててやったのはグレタ・ガービー監督のレディーバード、レディーバードありましたね、なんとかありのあったんですけど、こと役者とかね、はい、演技っていうものに関していくと、うん、やっぱりあの女優で言ったら、もう本当にあれさ、スリービルボード、うんうん、フランシス・マクドーマン、フランシス・マクドーマンとか素晴らしかったっていうのと、う、ね、合わせて、はい、やっぱウィンストン・チャーチルとゲイリー・オールドマンがとにかく役者として素晴らしい。私はもうやっぱね、ちょっとこう少しだけ演技を昔かじったことがある身として、はい、やっぱ役者にこの人すごいなって今年、うん、作品よりもまず役者のことでバンって衝撃を受けたのは、はい、やっぱこのウィンストン・チャーチルだったと、はい、いう感じでございます。で実際にあの特殊メイクもさ、そうだよね、話題になったよね、話題になりましたし、うん、でちょっとさっきシェイプの話が出てきたから、あえて私は今回このウィンストン・チャーチルをベスト3のうちの一つに選ばさせていただいたというところでございますよ。じゃあ続いて2つ目なんですけども、はい、こちらは続いてなんだろうね、監督というところにちょっと私はピックアップをして選ばさせて、うん、テーマ性があるね、選ばさせていただきましたが、はい、今回はですねこちら15時17分パリ行き、あクリント・イーストウッド、クリント・イーストウッド監督の作品でございますね、はい、ね、ミリオンダラーベイビーとか、はい、その後がなんだ、ここはグラントリノとか、ね、あグラントリノですね、グラントリノとかがありましたけどもね、うん、そんな、クリント・イーストウッド、まあ、俳優としても出てくれていた、ね、彼が描きました15時17分、これはまあ実話を元にした、はい、ね、パリで実際に起きた列車テロに乗り合わせたアメリカの、はい、軍隊のに所属をしている3人のお話、はい、っていうことですね、はい、お話だったんですけども、この作品実は、うん、ロッテントマトとか海外のサイト、うん、評サイトの方で結構評価が悪かったんだよね、はい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 、かなり悪くて、はい、それこそ日本の方でも、はい、星5、映画 .com とかで星5のうちの確か3とか 2. 点何本とかそのレベルだった気がするんだ、うん、俺、まあでもあの評価悪い、悪いよ、ね、悪いよくない、とにかく悪かったんでちょっとどうかなと思ったんですけど、うん、あのすごいなと思ったのは、うん、なんか観光シーンがあるんですけど、観光シーンがあるね、あれが嘆いてるのがその大体の批判の主なんだけど、うん、ただね、今回 の, そのあの作品の何がすごかったかって、うん、やっぱりこのテロっていうものが、うん、いかにやっぱ、ね、描くべきなのか、テロが悲惨であるどうこうっていうよりも、うん、テロが限りなく我々の日常において身近な存在であるっていう描き方にすごいフォーカスをしてたのが素晴らしかったんですよ、うんうんうん、だからなんかどこフランスに行ってこう遊んでるわけですよ、はい、本当にただ観光してるだけなんですよ ね, そうだねっていった中で最終的に何の脈絡もなく普通でテロに遭うんですよ、うん、僕はあのつなぎ方っていうのがものすごくリアリティがあって、うんうんうん、こういう感じで多分テロに遭う可能性ってあるんだなっていうのを思ったんですよ、うん、やっぱこうさ映画っていうものはやっぱフィクションであるからどうしたってこうすごいなんだろうねドラマティックに描かれがちなんだけど、はい、あえて普遍的にテロっていうものを描いて、うん、なおかつそれをなんだろう
なんか変に強調しすぎない感じで描いた、うん、なおかつ映画の尺が90分ぐらい、うん、すごい見やすいサイズの中で、うん、テロっていう日常性を描き切ったってところでいくと、やっぱクリント・イーストウッドってすごいんじゃないのって俺は思ったんですよ。あれちゃんとしっかり最後まで見せる、なんか結末も全部分かってるのに、ちゃんと結末まで分かってるけど最後まできっちり見て、あの終わった瞬間にこれがちゃんと必要だったんだなっていうのがすんなり落ちてくるんですよ。で結構僕個人的に思ったのは、あの、まあ、さっきのテロが近いところにあるっていうのもそうなんだけど、結構僕行った先々で、あの海外とか行った時に1ヶ月後に僕が行ってた場所でテロが結構ざらにあって、だから割とそう、あと1ヶ月もし予定がずれてたら、うん、死んでたかもしれないみたいなね。本当ですよ。大げさだけど、でも本当にそういうことがあるかもしれないっていう意味では結構この映画は僕も面白くというか興味深く見れた。はい。なんでちょっと、うん、いわゆる映画としてのドラマティック性はないけども、うん、普遍的なものを描く天才として、はい、あの本当に深く深く考えて見てみるとこの作品ものすごい優秀だった、うん、っていうところで私は今回第2位というかね、はい、2つ目に選ばさせていただいたというところでございます。うん、それでは最後となりますが、はい、いよいよもちろんが選ぶ2018年がトップ3の最後の人、何かな、これはですね本当に、はい、なんだろう、今までそのさ、さっきの挙げた2作の役者とか監督とかってピックアップしたところでいくと、うん、ドラマの組み立て方だよね。ドラマの組み立て方、そう、やっぱりこうドラマ性っていうところとか、はい、本当にねすげえバチコンで衝撃を受けた作品が加わったんですよ。何ですか？これは選ばさせていただきました。1月20日に日本では公開しておりました。1月20日？はい、まあ、初期も初期ですよ、はい、2018年ベロニカとの記憶。あー見てない。これもともと何かっていうと、うん、ブッカー賞っていう作品、あの小説の賞があったじゃないですか。私を話さないと思う。あ、そう、うん、あったじゃない、うん、一緒、和尾石黒のさ、はい、あれでその賞を取った感じでいくとですね、はい、2011年にジュリアン・バーンズという方が書いた終わりの感覚っていう作品があるんですね、はい、それを原作にしてあの作られたものがこのベロニカの記憶っていう作品なんですけども、うん、これどういう話かっていうと、うん、あの簡単なストーリーラインでいくとね、うん、ジェルさんこれ見てないでしょ。見てない。あのどういう話かっていうと、あのちっちゃいカメラ屋さんを営んでる男がいるわけですよ、はい、で彼っていうのはもう結婚もして家庭も持って、まあ、離婚しちゃったりとかしてるんだけど、うん、で今度娘が実は出産をするんだみたいな話があったりとかなんのね、うん、いわゆる普通の余生を送ってるわけですよ、うん、そういった時にあの昔の恋人のお母さんが亡くなった、うんうん、その遺産の中に遺品の中に、うん、あなた宛ての、はい、あなたに譲り受けてほしい、うんって言われているものが来てるんですっていう連絡が来るんですよ。ほうほうほう。昔別れた恋人の中でお母さんですよ。不思議だよね。そう。でそれを取りに行く道中、その昔の恋人と、はい、その当時の記憶をこう思い返すっていう話なんですね。っていうこれがすごいふんわりなんだけど、ここまで聞くとなんかすごい何？なんか不思議というか、なんかさ、こう心温まるハートウォーミングとかさ、うん、いわゆる人生を描くみたいな感じだったんだけど。これねすごいのが最後の最後に俺はもう鳥肌が立った、うん、こんな組み立て方すんのっていう。あ、そう全てが最後で、うん、変になんかほころびなんかうんうんって思った疑問がガチ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 ってこう収束してって、あ、拾われていくんだ。そのこれね最後の最後、これね、あ、言いたくないな、これ最後の最後の最後は、はい、もうとにかく、うん、こんなストーリー考えるって本当天才じゃないのって思うぐらい、うん、とにかくストーリーラインの組み立て方と、はい、その本当に脚本というかさ、うん、このジュリアン・バーンズの作品の終わりの感覚もそうだけど、うん、とにかくその物語っていうものをこんな作品描けるやついるんだっていう意味で衝撃を受けたの。そんなにすごかった。これはとにかく、おー、1月の20日に見て、そうで俺まんな何のそのままずっと最高だったでしょ。そう、何のね、こんなに別に期待もしなかったの、うん、なのにここまでバチコンで今思い返しても来るぐらいこの作品すごかった。とにかくすごかった。すごいんだ。もうね、あのなんつうの、いわゆるそのさっき言ったスリービルボードみたいな、うん、なんかすごい社会性を描いていてとかっていうのかも、はいはいはい、多少は描いてんだけど、うん、そこじゃないんだよね。人間とか人間の心理とか、うん、奥底になんだろう眠ってるどす黒い部分とか、うん、獣としての人間性みたいなものとかを、うん、もうね、まざまざとこの2時間ちょっとの中で本当にギューって濃縮して描いてるの。
それがなおかつものすごい芸術的に優れてるので、うん、本当にこれはあのこのラジオでやってる我々もそうだし、これ聞いてくれてる方でちょっと映画が好きだったり、もしくはなんか創作をしてる人とかがいたら、うん、あの作家性っていうものは本当にこういうものを描けるやつなのかもしれないって、うん、俺は本当に頭がもうパシコーンってなる、これ素晴らしい映画でした。そんななんだ、もう大絶賛でした。そんなに褒めるのもまた珍しいけどすごいね。本当にあのストーリーの組み立て方で否定するポイントが見つからなかった。本当に満点、マジで満点だ。こんなん描けるようになりたいって本当に憧れた。すごいな。いや見た人誰もいないから、俺の周り初めて今聞いたぐらい。これ確かに俺新宿武蔵野館で見たんだよね。うーん、あ、ヒューマントラストかな、どっちか忘れちゃってるの。そうで、ね、まだ単関系だね。そうそう、で見たので、ちょっとこれで、配信でやってるか分かんないんだけども、まあでもこのタイミングならもうね、やってるかも。そう、ぜひ探してみていただきたい。はい、これはぜひ探してみていただきたい。すごいね。そうなんでね、ちょっとなんで私持ち用が選ぶトップ3っていうのはちょっとこう特定のテーマとかいうものでちょっと選ばさせていただきましたが、はい、まあちょっとどうでしょう、2018年振り返ってみて、そうしてどうでした？あのね、2018年はなんかいや良かったんですけど、うん、やっぱ最初の方に偏っちゃったのと、あ、だいぶ、ね、まあ、ボヘミアンとヘレタリーは最後の方に見たけど、うん、やっぱね、あのシェイプとかシェイプオブウォーターとかスリービルボードとかも、あ、そうだね、あの辺やっぱすごかったんですよ。で、ね、あとはカメラを止めるとかも選ぼうか一瞬迷ったんだけど、うん、ちょっと違 う、 う、分かるっていう、分かる分かる。で、俺が選んだ作品もね、うん、ベルリンが飛び曲が1月20日に公開されてるし、うん、15時17分パリ行きも2月に公開されてるんですよ、うん、確か、うん、俺見に行ったら3月なんだけどね、うん、シェイプも2月に公開でしょ、うん、でウィンストン・チャーチルも4月に公開なんですよ、はいはいはい、だから本当に前半に固まっちゃって、うん、なんだろうね、序盤スタートが良かった分、それ以降が結構正直変な作品とか打作が多かった。打作が多かった。特にね、あと超期待してた半数がクソつまんなかったね。ああ、そうね。そういうのもあったから結局つまんなかったね。そうでね、まああとはなんかメジャー作品もいいんだけど、まあ、今のベロニカの記憶とかみたいな、俺がヘレディタリー見て面白かったってみたいな感じで、まあ、ちょっとそういうね、あのメジャーじゃない作品も今年はちょっといろいろ拾っていきたいなっていう思いはあるね。そう、実はさ、俺本当は選びたい、うん、特別賞ってね、選びたかった作品でね、うん、ザ・スクエアってフランスの映画だったの。カンヌのやつでしょ。すごかったの、スクエア。あれもね、人間描くっていうところで、うん、ものすごかったの、うん、獣を描くのが天才だった。獣、本当にね、よく作られてる。ちょっとそれはまたね、何かの機会があったらまた話してできたらなと思ってるんですが、はい、というわけで、まあ、今回ちょっと長らくお付き合いいただきましたが、ちょっとね、2018年を見た映画を振り返るという回でございました。また今年2019年をね、我々頑張れラジオ、いろんな作品見ていこうかなと思ってますので、はい、ぜひぜひ、たくさんいろんなことを、いろんな作品、ものを聞いていっていただければなと思っております。というわけで、はい、今回は以上となりますかね。はい。はい、では今年1年も何卒よろしくお願いいたします。お相手を務めさせていただいたのは私、もちおとジェラでした。ではまた次回のコンテンツでお会いいたしましょう。バイバーイ。